JR 小田原駅前にある大学受験ステップ小田原校。神奈川県内に15校舎ある大学受験ステップの中で6番目にできた校舎です。チューターは大学受験ステップの校舎で仕事をするスタッフ。その一人、柏木さんに密着します。柏木さんは2020年に入社してチューターとして4年目になります。今日を面談する子は前こんな話してたなとか、今日やるべき仕事こんなものがあったななんていうのをちょっと頭の中で整理しながら、いつもここまで来てます。出席簿を印刷して、その後に配布物を用意、総合型選抜の添削の提出された書類をチェックして、で先生と連絡事項を共有したりして、で授業が始まってというような形ですね。チューターのメインの仕事の一つ、生徒面談です。じゃあこれからどんな練習していく？最後までちゃんと聞ける。9割は超えるかなぐらいで。おお、すごいすごい。でもなんか理科が今回あんま、生徒が何を考えてるのかっていうのをとにかく聞く、こっちからこれを言わなきゃっていうこともいくつかあるんですけど、それは一旦置いておいて、その生徒の一番今日喋りたいことっていうのをまず最初に聞いて、それによってこちらが伝えることの内容だったりとか伝え方を少し変えるっていうことを意識してます。これとこれとこれを言わなきゃいけないなみたいなことをとりあえず伝える方ばっかり意識がいってしまって、生徒が考えていることを聞くっていうところがなかなか最初は難しかったです。あとは知識が全然足りてないなっていうのも感じて、例えば生徒が質問をしてきて、質問されてちょっと待ってねなっていうふうにちょっと困っちゃうなっていうこともあって、でただそこで聞かれて分からなかったことを調べて生徒と教えてあげてっていうことを繰り返していくうちに、知識っていうのはついてきたなっていう実感がありますね。面談が終わると報告書を作成して先生たちと情報を共有します。下げながら科学と数学の方にちょっと多分クラス上がりたくて、結構これ先生にとってチューターはどんな存在なのでしょうか？私物理の教師なので週に1回しかないんですね。ちょっと授業でいつもとは違う様子の生徒がいても、次会えるのは1週間後ってなってしまうんですが、そういった時にチューターさんにお願いして、ちょっと気にかけてもらっていいですかなんて声をかけたりして、チューターさんの助けは必要不可欠かなと。僕らチューターが生徒の様子なんかを先生たちに聞きますし、逆に先生たちは他の教科の様子なんかっていうのを僕らにこう聞いてきたりとかして、一人の生徒に対して最近こんな様子ですねみたいな情報交換したりして、そこでもチームを組んでその生徒一人を応援していくっていうのがいつも僕らがやってることですね。大学時代は理系の大学に通っていて大学院まで行ったんですけれども、研究職もすごく魅力的だったんですけど、ただ一方でこのステップの個別指導のお仕事もしていて、でそこで制度と関わっていく中で高校生の受験っていうのを引き続き応援したいなっていう気持ちがすごく強くなっていって、研究職よりもこのステップで働きたいなっていう思って、そこでじゃあ教師になるかチューターになるかどっちの方が自分に向いてるかなって考えた時に、一つの科目だけじゃなくていろんな角度からサポートしたいなっていうのがあったので、チューターという職業を選びました。でその後11月に共通テストプレイをします。生徒向けのガイダンス、オリエンテーション、保護者会の運営もチューターの仕事です。ステップは生徒向けのガイダンスっていうのを定期的にやっていて、その校舎のチューターがこういうガイダンスやりたいなっていうふうなことを考えて、オリジナルのものっていうのもやっていて、で例えば、今年の小田原校だと高校1年生と2年生向けに卒論のテーマから、学部学科について考えるガイダンスなんていうのを実施したりして、よりその大学っていうのが身近に感じられたりするので、そういったものを今年実施しまして、大学受験ステップオリジナルの資料もチューターが作成しています。このような大学入試に向けた指導っていうのをチューターで分担して作っていて、例えば
大学の立地早見表を作っていて、生徒に使ってもらえるような資料をチューターで分担して作成しています。地方国公立大の紹介なんですけど、結構小田原校は関東だけじゃなくて他の地方の国公立を目指してるっていう子も多いので、まあ、その子向けに情報も提供できればなと思って、これも他の校舎のチューターと分担して作りました。柏木さんの先輩チューターの山下さんは小田原校の責任者です。山下さんに話を聞いてみました。チューターの仕事はオーダーメイドで物を作るっていうような、そういうイメージを持ってて、例えば入試の知識知ってたらいいチューターかって言われると、知識だけだとうまくいかないし、逆にコミュニケーション能力あるけど知識ないよねっていう状態だと、その生徒にとっていいアドバイスができないので、まあ、勉強の毎日ですね。僕が入試したのってもう14年ぐらい前なんですけど、それから考えると覚えることって当時より多いなって思います。ただ勉強って調べるの多かったりとか大変なんですけど、生徒からいやありがとうございますすごい理解できましたとかって言われた時はめちゃめちゃ嬉しいので、楽しく仕事をしてます。今こう室長としてやらせてもらってるんですけど、生徒に対しての対応とかが変わったってことはむしろなくて、経験が積まれていく中でチューターチームのリーダーとして、じゃあみんなでこう分担とか決めたりマネジメントしていきましょうとか、先生とのやり取りとか一緒に考えていきましょうっていうのがこう増えていくっていう形ですかね。みんなこう勉強するとどういうことが理解できて、全員の一つの雰囲気を作ると、授業の合間の時間だったりとか、早い授業の前の時間とかっていうのはなるべく外に出て、で生徒がこちらに話しかけやすいようにはしています。でそこで話したことがその後の面談につながっていったりとか、僕らが気づいてなかった生徒の変化だったり悩みだったりっていうのがあって、じゃあそれを先生と共有して先生からアドバイスしてもらったりとかっていうふうにつながったりもするので、そういうやり取りする瞬間っていうのは大事にしています。生徒たちから見てチューターの存在は、僕が3年生ということもあって本格的な進路の相談とかも柏木さんとやらせてもらってます。3年生に入っていろんな模試とかテストっていうのが多くなってきて、その結果によってこれからの学習計画とかっていうのを綿密に立てていくっていうことをよく柏木さんと相談させてもらっていました。一番は合格したっていう瞬間ですね。まあ、電話だったり直接言いに来てくれたりするんですけど、そこで分かりましたありがとうございますって言ってくれた瞬間に、その生徒との3年間というか、そういうのがすごい思い出されて、いろんな苦労した瞬間だったり、まあ、うまくいかなくて、まあ、一緒に悩んだ瞬間なんていうのが思い浮かんだりして、でも最後無事受かってくれてよかったなっていうふうに思ったり、なのでそれが一番こう楽しいというか達成感を感じる瞬間です。最高の中間なんですね。